写真拡大。第43回日米大学野球選手権大会、全日本大学野球連盟、読売新聞社主催の第4戦が20日、福島ヨーク開成山スタジアムであり、8番の海野隆史捕手、東海大が3回に今大会侍ジャパン1号となる先制ツーランを放った。さらにこの回は打線がつながり、一挙4点を先行した。1安打完封負けを喫した前日19日の第3戦から一夜、2回は三者凡退に抑えられたが、3回に侍ジャパン打線が目覚めた。先頭の7番宇草子をはじめ外野手、砲台が中越の三塁打で好機を作ると、続く宇野は高めの変化球を強振。芝生が青々と茂った左翼スタンドに打球が落ちた。さらにこの回は西となってから内野安打と四球に相手のミスが絡んで三塁のチャンスに。4番牧茂悟内野手、中大の144キロの直球をきっちり中前に運び、さらに2点を追加。5安打の猛攻で序盤に大きなリードを奪った。4回には郡司裕也捕手、慶大も右中間にソロダウンを放った。第3戦を終えた時点で日本の1勝2敗。この日負ければ米国の優勝が決まる。小西明、横西。